中国を訪れ海外での飲み物選びが不安だったが、多いお茶の名前を見て安心した。今回の内容でいくと自分のメリットしかないですね。でどこ見ればいいか分かんないっていう人が 90% 以上なので、はい、その中でそこを見た上での情報を伝えられるとそれだけでも上位 10% に入る仕事になれるので。どうもこんにちは、日本大学経済学部宮下由香と申します。本日は岡本さんに私が以前実際に提出した志望動機を添削していただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回はガクチカと自己 PR の添削を岡本さんにしていただいたのでそちらもぜひ見てください。では志望動機お願いします。はい、これは私が夏のインターンシップの時に伊藤園さんを受けた時のエントリーシートなんですけども、そちらをこの本選考で合格するためにどうブラッシュアップしていけばいいのかをお伺いしていきます。世界に誇る製品を作る記者の社風や取り組みについて学びたい。中国を訪れ海外での飲み物選びが不安だったが、多いお茶の名前を見て安心した。日本を感じ世界で働く日本人の心を癒すネーミングの強さも感じた。日本の製品は世界で広く信頼されているが、多いお茶はその中でもひときわ信頼度の高い製品だ。インターンを通じて日本らしい信頼の構築に貢献する上での理念や取り組みを直接学びたい。以上です。ではフィードバックしていこうかなというふうに思うんですけれども、はい、落ちてしまった、志望動機というところでなんで落ちたかみたいなところをお伝えするとですね、企業は、どういう人を採用したいかっていうふうに考えると、売上利益を上げてくれる人を採用したいというふうに思ってます。で落ちてしまっている理由はその売上利益を上げる人だなというふうにあんまり感じてもらいづらい内容になっているというところが一番の改善ポイントかなというふうに思います。自分がその会社で働くメリットと、会社が採用するメリット、この2つがあると志望動機としては良かったりするんですけれども、今回の内容でいくと自分のメリットしかないですね。で自分がこういうことを学びたいっていうふうなところはあるんですけれども、会社側が採用した場合に、あこの人採用したらこういうふうに利益につながりそうだなみたいに想像するポイントっていうのがないというところがまず大きく一つ欠けているところと、宮下さんにとってのメリット、こういうことが学びたいっていうふうな部分も、それを学んでできるようになったとして、うちの会社にどういうふうに、リターンが得られるんだろうかみたいな想像もつきづらい内容になってしまっているというところがあります。飲み物を選びようが不安で多いお茶を見て安心したとか、日本を感じて世界で働く日本人を癒すネーミングの強さみたいなところも、伊藤園からするとやりたいことっていうのは、中国の市場においては中国にいる日本人に買ってほしいと思ってるわけじゃなくて、中国だったらすごくお茶というマーケット大きいと思うんですけど、その中で他のお茶ではなくて伊藤園のお茶がより買われるようにその市場で買っていきたいと思って中国進出してるのが目的な時に、その目的に沿った内容ではないんですね。この内容って自分がただ中国に行って知ってるものだから安心したという話なんですよ。それはなんか伊藤園がより売り上げ上げるためにとか、そういう視点とは全然違うというか、というところで売上利益とかを高めてくれそうな人感があまり伝わらない内容になってしまっていたりとか、日本の製品は世界で広く信頼されているが、多いお茶はその中でもひときわ信頼度の高い製品だみたいなところもただ言ってるだけに聞こえてしまって、宮下さんにとっては中国で何飲んだらいいか分かんなくて知ってるものがあったら安心したっていうすごく主観的な内容を書いている一方で、ひときわ信頼度が高い製品だっていうのは世界から見て多いお茶が信頼度高いかっていうと多分そうではないと思うんですね。おそらく中国市場において多いお茶のシェアはどれぐらい取れてるかっていうと、多分あまり取れてないと思うんですよ。ローカルの中国のお茶が多分たくさん売れてると思うので、おそらくですね、信頼度が高くてっていうのの根拠がない状態で、なんかその前はすごく主観的な私は知ってたから安心したっていうのがあるときに、なんかすごくあべこべな内容になっててみたいな感じですかね。この志望動機からは派生して書類選考が通れるような志望動機にこうちょっとブラッシュアップすることって可能ですかね。あ、そういうの一から考え直す方がいいかなと思います。志望動
るためにはまず何を考えればいいですか。まず、会社が採用したい人は売上利益を作っていける人、はい、この人採用したら儲かるなと思う人を採用したくて、はい、会社の儲からせ方っていうのは例えば営業だったら商品を売るという儲からせ方をしますし、エンジニアだったらそのシステムを作るという形で会社がより儲かるようにしますということをやっていきました。目指している職種においてどういう、役割を果たしたりどういう能力を身につけたら会社がより儲かる状態を作れるかなというふうに考えていくといいと思います。それがあの大きい道筋、その道に沿ってる自分はこうなりたいんだっていう自分のメリット、その文化を学びたいんだっていうところって、まあ、間違ってはないんですけど利益直結型ではない、はい、営業として利益を出すんだったり商品をより売れるようになる力を身につけたいとかっていうと、その自分が得られるメリットと会社がやってほしいことという役割、果たしてほしい役割が一致するんで、より合致した活躍イメージがもっともらいやすくなりますし、会社の意図ってどこで知れるんですかね。未来もずっとあの必要とする部門で活躍してほしいなというふうに思っているので、そういう時に中期計画とかを見て今後どこに力入れてきますよっていうふうに、自分がグローバルマーケットに興味があるとするじゃないですか。それを伝えていくんであればグローバルやりたいです、私が旅行行った時にという話をするよりも、